大山。大山は、愛知県田原市にある標高320メートルの山。厚見半島の南西部の先端寄りに位置する。麓の集落の名をとって、腰戸の大山、夫の大山とも呼ばれている。他の別名が、高根山、高根山。山域は、三河安国亭公園の指定を受けている。厚見半島及び、田原市の最高峰である。 厚見半島は赤石山系の延長上に存在し、北東から南西にかけて標高は低いながらも山が続いている。南面は太平洋の円周灘に面し、山頂からは太平洋や三河湾が一望できる。天気が良ければ北側も見られるが、低いながらも山が連なっているのがわかる。大山から三河湾側に見える山は田原市内の甘子山である。 同じ市内の藤尾山、蔵王山等の山々も望むことができる。伊良ミ岬にかけて9から10月頃に差し場などの高の渡りが見られる。山麓では、山高町、オールリ、ヤブサメなどの夏鳥の繁殖が確認されている。周辺の山麓の農地では、キャベツなどの野菜や伝承菊などの花器類が栽培されている。厚見半島の北側の三河湾に沿って、 海底を通っている中央構造線の南側に位置する。湖性層と厚み層群、鉱石層からなり、太平洋側が急斜面となり、北側が緩やかな斜面となっている。山体は、チャート、石灰岩の湖性層で構成されている。南国的な暖かい地域で、昭洋樹林などの原生林が広がっていて、山域の小シ戸大仙原生林は、 三河国定公園の特別地域の区域指定を受けている。その周辺は、厚見半島県立自然公園の指定を受けている。南面にはタブノキ、シー、ウバメガシなどの常緑紅葉樹林の原生林があり、臨床にナチシダなどの温暖性のシダ類が見られる。中原には、カゴノキ、クスノキ、ヒメユズリハ、シロダモ、ヤブニッケ、クロバイなども分布し、上部では、 赤松などが分布している。北山6には、もみじのしでこぶし自生地があり、1970年、昭和45年6月19日に、国の天然記念物に指定された。また、カバのしでこぶし自生地の東約500メートルには、イカワズの市でこぶしがあり、1967年、昭和42年10月30日に、県の天然記念物に指定された。 この北山6の自生地は、しでこぶしの南限である。しでこぶしは、環境省による、レッドリストで純絶滅危惧の指定を受けていて、愛知県のレッドリストで、絶滅危惧衣、e、類の指定を受けている。各方面から登山道が開設されていて、山頂には一等三角点、基準点名、大山、展望台などが設置されている。山頂からは、厚見半島、小ヶ浜、 伊勢湾に浮かぶ上島、三河湾を望むことができる。夏は登山に不向きで、登山鉄器は10から5月とされている。ふもとの保育園、小学校、中学校で遠足が行われている。登山道、林道は整備されているが、休憩車で、石ころが多い。車両の乗り入れは禁止されていないが、かなりの休憩車であるため事実上乗り入れは困難である。 南陸の古戸の登山口には白山姫神社があり、その上部には三岳神社がある。能面道路の厚見大山トンネル北口から山頂に至るコースがある。下部は杉の植林地の急斜面で中間点付近で天子山方面からの厚見半島、横断路の尾根道に合流する。山頂直下には見晴らしの良い南海があり、富士山、南アルプス、中央アルプス、 御オ山が見渡せることがある。北陸のモミジのシデコブシ自生地、国の天然記念物付近の登山口から山頂に至るコースがある。モミジのシデコブシは3月下旬から4月上旬頃に開花する。雨マ山から大山へと南北に伸びる、両線上には腰掛け岩とへそ岩と呼ばれる見晴らし台がある。 太平洋側の遠州灘の海岸線から1 2トルほど北に位置する。大山から天恋山へ、尾根がほぼ南北に連なる。東方に位置する、ザオ山、藤尾山、絹笠山などからなる、田原アルプスと称される山域と、独した山域。北山腹を豊川洋水東部幹線水路が貫通する。以下の河川を源とする山。 遠州名田沿いの南山独に国道42号が通り、その南側に自転車用道路、厚見サイクリングロードが並走する。北西山腹を、厚見農面道路の厚見大山トンネル、長さ1230メートル、福音9.25メートル、2002年開通が貫通し、三河湾側の田原市河津町と太平洋側の田原市、地町とを結ぶ。 山域の北側の三河湾沿いに国道259号が通る。太平洋に面した厚み半島には明治中期以降多くの軍事施設が設けられた。太平洋を一望できる大山には無線電信施設が建設された。太平洋戦争末期には空襲を受けている。また、東海地方を空襲する米軍爆撃機が 移動する際に退散を目印にしていたとの話もある。2004年10月にこの無線電信施設は電信システムのデジタル化に伴い撤去された。現在山頂部には NTT、KDDI の通信施設の鉄塔が設置されている。2004年10月に撤去された大山山頂部の旧電波塔跡地を三重県の明けの中東地にある 陸上自衛隊航空学校のヘリコプター、離着陸訓練場とする計画が持ち上がり、地域住民、日本野鳥の会、WWF ジャパンなどにより自然保護と騒音公害の観点から反対運動が起こった。2005年9月に陸上自衛隊と田原市との間で周辺の自然環境に配慮するという覚え書きが利かわされて、2005年11月に訓練場が完成した。 反対運動などもあって、その後7年間訓練が一度も実施されることはなく、2012年12月に訓練場の撤去が決定された。1897年、明治30年に柳田国夫がイラゴ岬を旅した際に登場し、町の大戦は伊勢の海を体感するには、この上なきなりと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。